だいぶ歩いたね。大丈夫、疲れた。それ撮ってるの？記録よ。証拠になるからか。なんかごめんね。本当は僕一人でもよかったんだけど、こんな遠いところまで付き合わせちゃって。それに今大変な時期なのに。お父さんの会社大丈夫？うちの会社も大変だよ。東京証券取引所は連日切った張ったの大騒ぎだよ。まあなるようにしかならないし。あ、でも安心して、絶対に君を幸せにするし、せっかくお父さんに許可してもらった結婚なんだから、君に苦労かけたりしないから。そのためにここに来たから。まだちゃんと説明してなかったよね。ここはその僕が以前付き合ってた彼女が経営してる旅館。あ、もちろん今はもう接点もないし、僕から連絡取ってないし、未練も一切ない。それは分かってもらってるんだよね。ごめんね。説明しなかったのはこうなった経緯か。ちゃんと話すね。今から喋ることはしっかりとっといて。僕と彼女が付き合ったのは3年前。その頃景気は上り調子で、僕もなりふり構わず遊んでた。そんな中彼女に出会った。連日若者が大騒ぎするクラブで、彼女はカウンターで一人お酒を飲んでて、僕が彼女に声をかけて、その場ですぐ意気投合して、その後何回か会って僕たちは付き合うことになったの。あ、彼女は10個年上でさ、ほら仕事のこととか交友関係とかいろいろ相談に乗ってくれたんだよ。でもさ、そのうち少し変だなって思うことがあって、彼女からは友達や親の話を全く聞かなくて、一つだけ実家は旅館を経営してるとだけ教えてくれたんだけど、それ以外は何も。で、ある日、生活はどうしてるのって聞いてみたんだよね。そしたら彼女には何人もパパと呼ばれる人たちがいて、でも体を売ってお金をもらうようなパパじゃなくて、門の候補だとか言ってたかな。適当にごまかしてるんだろうと思ったけどさ、その時はまだ好きだったから、僕ももう聞かないようにしてたんだ。でもそのうちに僕の周りで奇妙なことが起こり始めた。彼女とは付き合い始めて半月くらいで同棲を始めたんだけど、たまに彼女の部屋からブツ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 何かを唱えてるような声が聞こえて、何してるのって聞いても教えてくれない。信用されてないんじゃないかって不安があったらさ、大丈夫、あなたは最高のもんだからって。なんかちょっと変じゃん。今となってはなんで不審に思わなかったのか不思議なんだけど、でもその時はなんていうかすごく居心地が良くてさ、彼女しかいないって思っちゃってて。でもそれからしばらくして、家の周りに犬とか猫の死体が頻繁に出るようになって、あと前にデートした時酔っ払いに絡まれて迷惑がってたんだけど、彼女がその酔っ払いに触った途端
その人スーッて歩いていっちゃって、その直後にトラックにはねられて、でさ、彼女の方見たらさ、笑ってたんだよね。なんかそれ見て俺も怖くなっちゃって、で数日後に別れを切り出したんだ。そしたら彼女ものすごい形相で怒り出して、裏切ったとかもんだからとか。でも僕ももう怖かったから本当にごめんって言って無理やり別れた。でさ、別れ際にちょっと変なこと言われて、お腹の子はどうするのって。いや、そんなはずないんだよ。確かに僕たちは付き合ってはいたけど、なんていうか、そういうことはしてなくて、絶対ありえないんだよ。いや、ありえない。変だよ。絶対ありえないよ。ありえない。ありえない、ありえない、ありえない。ありえないよ。ありえない、ありえない。ごめん、ちょっと取り乱しちゃって。それでね、女性と付き合うのが怖くなっちゃってたんだけど、君と出会ってすごく救われて、でもトラウマっていうか、どうせはちゃんとご家族とかにお会いしてからって思ってたんだよね。あともう一つ、未だに彼女から手紙が来るんだよ。最初は普通の内容だったんだけど、両親が亡くなったから実家を継ぐとか、日々のこととか。でも怖くてずっと無視してたら、だんだん内容も怖くなって、呪われろとか、門にならないと不幸になるとか、何度も引っ越ししたんだけど、どういうわけかその度に手紙が来るんだよ。で、先日来た手紙に、女を殺すって。警察に話しても取り合ってくれなくて、もう直接話すしかないと思って、本当は一人で来るつもりだったんだけど、君も来るって言ってくれたからさ。そうだよね、前に付き合ってた人と会うなんて気になるよね。でもね、さっきも言ったけど、僕は君以外の人なんて見てないから。心配させてごめんね。愛してる。ちゃんと話して、二人で帰ろう。ずっと一緒にいよう。はい。私です。来た。はい、どうぞ。失礼します。
お久しぶりです。久しぶり。遠いところわざわざすみません。疲れました？いや、大丈夫。そう、こんなところですが、どうぞゆっくりくつろいでください。うん。でさ、こちらの方は？今付き合ってる彼女なんだ。そうですか。遠いところありがとうございます。うん。あのさ、あ、それで仕事の方は今お変わりなく？うん、まあ。それはよかった。あら、ね、少し痩せた？そう。もうちゃんと食べなくちゃダメよ。うん。あのさ。何？もう手紙送るのやめてくれ。お願い。どうして？いや、僕たちの関係はもう3年前に終わってるんだよ。もう僕に関わらないでほしいんだよね。終わってないですよ。え？終わってないですよ。私たちずっと。いや、何言ってんの。僕たちは手紙送ってるじゃないですか。ずっと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 。私もね、ちょっと言葉に悪いところがあったけど、でも分かってますから。忙しくて返せないだけですよ、ね、いや、そうじゃないよ。忙しいとかじゃない。返したくないからだよ。それに今の僕には将来を誓った愛する人がいる。だからね、分かってほしい。頼むから、もう僕に関わるのはやめてください。子供はどうするんですか？あなたの子供はどうするんだって聞いてるよ。それ3年前も言ってたよ。子供はどうすんだよ。子供、いい加減にしてくれよ。ああ、僕たちに子供なんかいるわけないだろ。それに3年前にお腹にいたならもう生まれてるはずだろ。どこにいんだよ。いるなら見せてくれよ。なあ、どこにいんだよ。見せてくれよ。話にならない。やっぱり無駄だった。もう行こう。おい、出てこい。
取ってんじゃねえよ。ジロ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 お前だお前。ジロ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 取ってジロジロお前お前やべえ。門が開く。ずっと一緒にいよう。